ということで、はい、皆さんワードウルフというのをご存知でしょうか。はい、はい、1人だけ違うワードを与えられています。うん、それは、ウルフが自分かどうかも分かっていません。はいはいはい。パンティ、パンティ、ブルマブルマブルマみたいな、うん、ウルフを探す、パンティを探すわけですよ。はいはいはい。っていうワードウルフというものがございまして、それのイートバージョン、ご飯です。最後になんか言うとか終了って言ったら、うん、せーのでドン。はい、で多数決で多い人が死にます。はい、そいつがウルフやったら市民の勝ち。はい、なるほど、ね、っていうゲームでやっていきましょう。はい、せーの、笑う角には福来たね。どうしましょう、これなんか楽しむだけですか。どうやろう。と言いますと、負けたやつどうとかあったらまあちょっと盛り上がるかな。あー、ガチのね。なるほどな。じゃあもう五社のインスタ。ちょっとやった。俺まだやってる。やうで。そろそろ終わりやろ。そうだよ。五社は一旦置いといて。まあしょうがない。なんか自分の取説とかをストーリーにあげたらキショイとか。あ、キショイ。チキショイ。僕はこうされたら喜びます。ああ、取説？取説行きましょうか。取説ストーリー。はい。行きましょうか。行こう。はい。じゃあ順番シークレットで行きますので。はい。1番目、りくくんということで。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと1問目、まあ、これが少数派なのか多数派なのか分かりませんが、ご飯出したいと思います。はい、こちらです。おー、なるほど、はい、まあご飯のお供。はい、これでもちょっと簡単にした。まあ1問目なんで。はい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 。ねえ、大丈夫ですよね。バレんちゃうんけ。なんか糸まみれみたいな。なるべく気ぃつけてくださいね。気ぃつけて食べます。俺がだってウルフの可能性もあるもんな。ありますよ。だからネバネバってだいぶ言いづらいところではございますが、いただきます。うわ、米欲しい。うん、でも割と珍しくみんな好きかも。そうっすよね。うん、結構嫌いな人多い中食事たらみんな好きかも。はい、了解です。じゃあリク君待っててください。はいはい、じゃあ2番目アツヤ君っていう。はい、森でしょ。お願いします。じゃあ早速ご飯こちらです。なるほどね。スルメジャーキー。はい、いただきます。はい、もうみんなこれどうでしょう。ごちそうさまでした。じゃあ感想を考えててください。感想ね。はい、オッケーオッケーオッケー。はい、じゃあ3番目クリス君、ご飯出します。はい、こちら。あ、なるほど。納豆。はい、大好きですか。あ、好きですね。よかったです。いただきましょうか。結構食べますか。いや、あんま食わんな、最近は。じゃあ、いただきます。はい、なるほど。これについて語ればいい。これについて。わかりました。潜んでやります。はい。あ、はい。あ、そう、わかりました。どうなんでしょうね、それはどっちなんでしょうね。ここから戦い始まってますか。始まってます。もういいですか。いいです。感想出てきますか。いや、もうこれはいっぱい言えるから。じゃあ、ありがとうございます。はい、じゃあお願いします。お願いします。じゃあ、ご飯出します。はい、こちらです。納豆最近好きなんですよね。へ、そうそう、これみんな食ってたんや。俺に探り入れるのよ。いただきます。はい、それでは楽しいお食事を終えて会議の時間が始まります。実はこの中に一人、違う食べ物を食べてる人がいるんです。おいしい。え、今おるってこと。そうなんです。え、もうやばやば。言おうや。言っていいっけ、食べたやつ。もう嘘つくのはやめよう。まだやめた。まだやめた。はい、言ったろうが。なんだな、こうしたろうが。すごい。それでは、はい、その裏切り者を見つける会議を始めてください。いや、マジで許されへん。提案していい。いいよ。その味あるやん、甘いとか、苦いとか、辛いとか、いっぱいあるやん、これ、せーので言わん。はいはいはい、どれに該当するのか。そうそうそう。あ、迷う。迷うんや。いや、なんで笑った。いや、それウルフ一発そうやな。徐々に来たよな。まあ、じゃあもっと俺はなんかちょっと栄養か。ちょっと好き。うん、でもこういうことなんですよ。うんうんうん。せーのでいく。いいよ。はい、せーの、次。うんうん。最近でいつ食べた。
なるほどね、うん、似てるやつでもいい。似てるやつ割と種類はあるやん。うんうんうん、えないの種類、もうなんていうの、そういうことね。そういうことね、オッケーオッケー。じゃあチャナから言ったら最近一昨日ぐらいかな。俺は2週間以内。おお、うん、俺も今週。今週、うん、俺先月かな。うーん、多分その曖昧やけど、だいたい味覚いくかも。甘い辛い酸っぱい苦い。せーの、しょっぱい。あ、しょっぱい。しょっぱい。辛い。辛い。苦い。はい、苦い苦いんや。もうこれ、これはこうや。まあまあそれはそうかな。うん、なんつった辛い。あー、苦い。すだちの皮け。そんなむずいやつあるウルフ簡単すぎやろ。何に一番合うか、せーのって言えへん。あ、ちょっと、お前今怪しいねんからさ、うん、お前あんまデジャバだ。そうよ、緊張してんじゃん。お前を冷たいな、逆に。いや、俺絶対チャーナと一緒やねんけどな。なんでチャーナの、え、まず、うん、俺は違う。そこやな、そこやな。チャーナとあつや今一緒やねん。だから、ここかな。なんなら、うん、いや、俺もよっかな、うん、俺もクリスやねん。やんな、やんな。今クリス、ね、証拠あるやろ。証拠あんねん。せやねん。食ったのに1ヶ月前ぐらい。ここや、ここです。ああ、じゃあもう、ああ俺が多分味覚が変なだけで。まあまあまあ、そうか。辛いっつった。辛い。俺はど真ん中で辛い。それはやもうお前の、それは何が全然辛い。分かったって。何色か一世のディック言ってみようか。全然マジで。全然せーの、茶色。うわ、バレてバレてこれバレた。これバレたな。いや、これ逆にいいの。違う違う違う、これが逆にいいのって俺思うけどが、逆になんかちょうだいよ、俺の挽回の余地を。これどうっていう。もうバレてるかな。まあお前にもバレてるからな。なんかだから、アツヤのあれがようわからんかってんな俺。種類って言ったのよ。あー、はい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 。うん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 、だから、うん、種類とはなれへん、うん、あれ。いや、まあまあなったよ。でも俺もう2択やったよ、もうまず初手から。うんうん、まあ大体米に合うやつや。うんうん、おこれの違うやつって何やろうって探してた時に、そうですよな。まああれかなーとかあるやん、うん、で種類って言ったから、うん、茶色いやつか、その俺のもう一個の方、うんうん、やったらまだ種類がいっぱいあったから、うんうん、だからここがとはなっちゃってんだ。終了。これちなみに最後に、はい、自分がウルフだと思う人っていうのを聞くんで、はい、その時手挙げてもらっていいですか。はい、わかりました。はい、そうやな、本当に自分がウルフだと思う人。はいはいはい。じゃあまずは裏切り者の一人を指さしてください。殺しましょう。処刑や。せーの、クリス君はウルフではございません。おいおい。ということでこの時点で、このゲームはウルフの勝ちです。そういうことやな。あ、そういうことか。はい、自分がウルフだと思う人手挙げてもらいましょうか。自分がウルフの人手挙げてください。せーの。え、俺ほんまに俺ウルフやと思ってる。え、もう言おう。何食ったか。うん、全員一緒とかじゃないの。せーので言おうか。はい、せーの、納豆。あ、もうほら、なんてスルメじゃん。わけわからん。ガチでわからん。え、思ってないんや。でもちょっと思ってだってしょっぱいやろ。しょっぱい。茶色やろ。茶色。え、もう俺は完全に一人やと思ったから。なんで逆に辛いで辛子が出てこやんの。いや、思ってん。思ったけど、おいおい、辛子や、その辛さって。うん、だから納豆にあるからやろ。辛子の方でいかんやろお前。じゃあなんかさ、あ、でも分かるよくらいやれよ。おい、これはえぐいぞ。大事故やん。大事故してる。ということでウルフはアツヤくんだったので、アツヤくん1ポイント。あー、なんかこれラッキーや。でもこれラッキーで、納豆食ってたよ。納豆巻き。そうやねん。そうやん。もう1週間前やねん。で、こいつ1ヶ月前、あ、こいつだってなってるし、めっちゃあれだけで考えてたわ。バックの納豆巻きだけで。まず最初にさ、好きかどうか聞いたよ。嫌いやん。俺納豆大好きよ。え、お前、怖い納豆巻きめっちゃ納豆巻き好きで、食いすぎて嫌いになったみたいに言ってなかった。それは、数の子。お前や。
こやなこれ。うわ、ということで1回戦目でした。なるほど。はい、ということで第2回戦でございます。はい、こんにちは。こんにちは、お願いします。2回戦目のご飯はこちら。わたがしね。はい、ごちそうさまでした。ではそれの感想を考えていてください。はい、頑張ります。はい、はい、じゃあ2番目クリス君ということで、クリス君が出すご飯はこちらです。でけえでけえ、なるほど。いただきます。え、はい、ありがとうございます。はい、お前ニヤニヤすな、俺がウルフやと思ってもやろ。3番目ですね。はい、リックに渡すご飯はこちらです。あ、よし、水に溶けるみたいなことね。ありますけど。いや、そこかな、一番目。まあまあまあ、これもいいな。食った後、どうしたとか、うん、こんなんも聞けますから。なるほど、ごちそうさまです。はい、うつい、よろしくお願いします。こちら。え、一緒やろこれ。ウエットティッシュじゃないですよ。めっちゃ似てるな、ほんで。うわ、おいしいですか。 OK です。はい、聞いてください。何深刻そうやろ。楽しいお食事会やったと思うんですけど、うん、実は一人だけ違う食べ物食べてたんです。出たよ、もう。え、今今、はい、何食った、何食った、これ。もうあやこいつや、もうこの中に一人だけいる裏切り者を見つけるための会を始めてください。なるほど。もうマジで怒らせんでくれよ。もうで好き、とりあえず、とりあえず、せーので、うん、せーの、嫌い。まだ、うん、そんなに、そんなに、あーもう嫌い、嫌いやな、うん、そこは一緒なんか、うわー、食うとしたら何時とかで一回行ってみる。あー、おもろいかもしれない。まあ、食わへんで、別に、別に嫌いやもん、うん、嫌いやからな。今日、一日撮影やってん、バーって、うん、はいはいはい、今日のバーって中で、うん、どこで食うか。別にまあ朝起きてからでいいよ。うん、うん、朝起きてから、はいはい、時間でいいか。まあ仮に11時半とか11時ぐらいに終わるのかな。うん、うん、で家帰るまで、まあ12時までだから。せーの、4時。時起きてすぐ。起きてすぐ。4時。3時。3時。昼の。せーな。うん。これか。ここでこれだけじゃな。そらせえへん。わからんけど。これ好きそうな芸能人。うわー。なんかそれで言うなら、うん、芸能人じゃない、身内、まあ誰でも人、うってつけの人がおるんやな。うってつけというか、すごい俺は、うわ、こいつやんっていう人おんねん。はいはいはい、食うのこいつやん。おう、お前らやったら俺の意思を汲み取れるんちゃうかなと思って。なるほど。俺が3側やと想定してやで。うん、一回俺言おうか。全然わからんか、お前が一番。何を言おう。今俺がその想像してる人、うん、言うよ。そのあーってなるのかどうかやな。うん、匠。はい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 、おめでとう。これ質問なやってっけ。そのそうものと言えば、うん、と言えばのみたいな。おめでとう。え、おめでとう。いやもう全然言ってるか分かる。もういつや来ても、じゃあもうだってこの遠回りでこいつって言われてもな、あしゃあないんすよ。そのでも結構終わったけどな。もうワンステップいってみる。じゃあいっちゃおう。季節。ああ。せーの、夏。まあまあまあ、そこは揃えてくるか、うん、そら。ちょっと食べる？あ、いいかも。エアーで。おい、それ危険やぞ、マジで。物持たんとかね。どういうこと？だからその口だけで。ここだけ。口だけ。あー、なるほど。口だけな。はいはい。そらそう。で、揉み合ってやろうや。そうやな。うん。せーの。あれか。ギアの付けにもう一個言っていいですか。はいはい、色ちょっといいっすよ。うん、いいっすか。はい、いいっすいいっす。せーの、白。赤なんよ。いや赤でもない。黄色。
そうやんな、色々いっぱい色あるやつやんな。色々いっぱい色あるやつ。黄色一択っす。黄色しかない。黄色しかない。おお、うん、終了。じゃあ追放者を決めたいと思います。せーの、人間チーム勝利。よし、よし。無理なんよな。え、あの綿飴。あー、綿菓子。綿菓子か。おい、冷やし中華。冷やし中華。どう言ってもこれ逃げられへん。ということで今回は人間チームに1ポイント。よいしょ。ってことはクリスだけまだ0ポイント。0ポイント。なるほどなるほど。実は次がラストでございます。あらまあ、ポイントは1000な。もうだって俺は同点になっちゃう可能性があるから。それ一番だるいな。2兆ポイント。ありがとうございます。で最後はこちらです。なるほど、これ飲み物系で来るってことなんやろな。うわぁ、お疲れ様です。はい、2番目はあってやつですか。これです。こちらです。なにこれ。じゃあ、いただきます。うー、天才やな。あの、ぶどうとりんご。お疲れ様です。ありがとうございます。こんばんは。あ、こんばんは、クリスくん。あ、よろしくお願いします。こちらです。あら、ほんと、ほんとりんご。どうしたらいいんだろう。いただきます。はい、うん、わかりました。はい、最後はりくくんお持ちしました。りくくんはこちら。なにこれ。これ、マジでわからん。いただきます。はい、じゃあ感想を入れる。皆さん楽しいとこすいません。え、なになになに、どうなしたん。ポーカーしようポーカー。ポーカーしたいとこなんですけど、うん、今やってた楽しいお食事会、一人だけ違うものを食べてて、え、その裏切り者を見つけてほしいんです。え、どういうこと。え、なんか え今え、マジお前なんか俺たちの仲悪くさせてしてる。ちょっと待って、ちょっと待って、どうした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 、いや、何もない、何もない、見えてない、見えてない。クリスさん、前向け。言ったら、なんか全部終わっちゃいそう。マジでいいよ、いい、いい、はい、いい。じゃあ、その裏切り者を見つけるための会議を始めてください。なるほど。いや、なんか俺は、うん、どうやった。好きでした。なんか言おうか。でもなんかごめんごめん、これでもな、せーな、キワドインや。いやでもまあ、キワドインや。チャラのコーンについてる。あ、あー、で、あー、バターメン。これ、そう、バターメンか。うん、ほんまにせやぞ。バターメンこれほんまにせや。あ、そう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 。ごめんごめん。でもそれがその逆な可能性もあったから、うん、あれグッてこらえてくれると思ったらこいつそれ見て笑ったのよ。じゃあもう俺も無理やってなって笑って。え、これ好きですか。好き。まあ嫌いではない。うん、俺も。何歳が好き。そう、何歳。何歳か。人で。人であれでいいな。うん、はいはい。パッと出たから俺は。うんうんうん。まあまあ多分これは遠いやつやと思う。せーの、老朽。ちょっと待ってな。見合ってるから俺5歳。6、6歳。あ、まあまあその辺。え、なんか実況ちょっと見てみる。ちょっとどんな顔してる、どんな面してるか見てみて。俺もこんな、そうやな、やばそうや。うん、いくで、せーの。ほんまや、出てよ。じゃあ追放者を決めてもらいたいと思います。せーの。はい、ということで人間チーム勝利。イエーイ。なんで罰ゲームはチャラくんです。よいしょー。クレープ。え、コーヒーです。エスプレッソです。あ、ノー。いや、ノーじゃん。これほんまに綿菓子だったやろ。ということで、はい、面白かった、ぜひとも高評価、うん、
いや、これお願いします。いっぱい欲しいなぁ。普通の動画でも2500ぐらい欲しいわ。欲しいよ。油圧してね。よろしくお願いします。じゃあまた明日会いましょう。バイバーイ。